この番組は萌実&嫁美ファン VR ルミナさんの提供でお送りいたします。ふぅ江戸祭最高だぜ。ふぅあらきた画面。 Hey guys, we have a gift for you。 どうも PJ あらきた画面パイセンです。ふぅ、yeah、最高だぜ。今日はね、資格捕獲大作戦をやろうと思って、ここ荒川にやってきたんですけど、なんとね、鹿ちゃん捕まっちゃいました。今朝、お昼頃かな、お昼前に、警察の方に捕獲されちゃったんでね、鹿とのツーショットちょっと撮れないので、今日はちょっと鹿捕獲大作戦やめて、トレーニングやっていこうと思います。荒北仮面独自の速くなるためのトレーニング、片足ペダルトレーニング、それでは行っちゃいます。ショータイム、イエス。あらきた画面。改めまして、おはこんばんちはなら PJ あらきた仮面パイセンです。今回はあらきた仮面がロードバイクデビューした当時から時々やっている、ね、夏になると速いサイクリストたくさん現れるので、あらきた仮面が独自に編み出した、最速のローディーになるためのトレーニング、片足ペダルトレーニング、ご紹介マンドリルです。ふう、片足ペダルトレーニングで踏む、引く、回す、一連の動きを円運動に変えることによって、とってもスムーズなペダリング、そしてハイケイデンスのペダリングを実現することができるんです。最高のトレーニング、それじゃあ皆さんに教えていこうじゃないか。ふう、アラサイレッドカーペットゾーン到着。それではね、死の後のいてでも始まりませんので、アラキタ仮面のトレーニング場、アラサイレッドカーペットゾーン、突入です。久しぶりレッドカーペットゾーン、ほんと3ヶ月ぶりに来ます。ここね、素晴らしい景色、見渡す限りアラサイと東京湾の景色が楽しめるんです。素晴らしい景色。それじゃあ拝みながら片足ペダルトレーニングやっていっちゃおうと思います。ふう、いや、きつい。久しぶりのこのレッドカーペットの手前にあるこの坂、きついです。トレーニング不足で PJ 荒北仮面筋力ダウン、やばいです。ふう、あー気持ちいい、夏の香り。それじゃあ片足ペダルやっていきましょう。まずはね、ウォーミングアップ、アウター発足でね、片足ペダルやっていこうと思います。この時意識するのは踏む引くだけではなく、踏む引くスライドさせる、ね、踏む引くスライドさせる、この運動を、ね、この運動を全てつなげる、この動作を全てつなげることによってペダリングが円運動になって、スムーズなペダリング。そしてこのアウター8速というね、ちょっと重めのギアでこれをやることによって、ね、ダンシングをしているとき、そしてアタックをしているときにこの回すペダリングができる、回すペダリングをするための筋力を鍛えることができるんです。片足50回ずつ回していきましょう。まずは片足50回ずつ回していこうと思います。ふう、きつい、久しぶりにやるときついです。でこのときに、ペダリングをやっていてカンカンってなっちゃうのは、これは円運動ができてないときですね。円運動ができるように、そのカンカンってペダルが鳴らないように、クランクがカンカン音が鳴らないように注意しながらやってください。それじゃあ次、50回左の足で回していきます。ふう、わ、すね毛、やべえ、すね毛の処理がちょっと甘かったですね。前回の動画すね毛処理したんですけど、やっぱり1回じゃ綺麗に剃ることができませんでした。なので、まあ、次回の動画ではね、綺麗なすね毛と肉畑、皆さんにご披露したいと思います。そして、まあ、左足で始めたんですけど、やっぱりね、利き足じゃないからペダリングがきついですね。片足ペダリングが、やっぱ右足と比べて左足の片足ペダリングちょっと難しいです。なんつうんだろうな、無駄な力が入ってる感じ、自分でも分かっちゃうんですね。なので普段からやっぱり右足と左足で、ね、均等なパワーで、ペダリングができていないということ、よく分かります。なので荒木高め、弱点である左足、この片足ペダルでね、ちょっとね、鍛錬し直さなくちゃいけませんね。
続いてギアをね、フロントギアをインナーに落として軽めのギアで背景電数片足ペダルトレーニングです。これはさっきのがあの片足ペダルの 筋トレだとしましょう。重いギアで回す、まあ、筋トレ片足ペダルと、違い、こっちのね、軽いギアで回す背景電数、片足ペダルは、まあ、神経を鍛えるトレーニングですね。神経、足の筋肉の神経を鍛えて、回すペダリング、まあ、背景電数、小野田ちゃんみたいな素晴らしいペダリングを実現するためのトレーニングになります。これね、こっちの方が、ね、難しいです。重ギアで回すよりもこっちの軽いギアで背景電数で回す片足ペダルね、とっても難しいんです。特に荒木高めの場合、左足ペダリングがね、ロスがあるので時々カン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 になっちゃいます。ちょっとしばらく聞いてみてください。左足フレームを使ってカン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 、音が聞こえるはずです。お分かりいただけましたでしょうか。荒木高めペダリングがヘタッピーで、特に左足のペダリングヘタッピーですね。回すペダリングが、スムーズにできていないためカン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 になってます。いや恥ずかしいな。それじゃあ最後はまたアウターに入れてね、重ギアで回していきましょう。重ギア片足ペダルです。どうしようかな。さっきアウター発足だったけど、ちょっと、今回はアウタートップ、ちょっとアウタートップで、荒木高めの肉畑の進化をお見せしましょう。今見せている筋肉と、このトレーニングが終わった後の荒木高めの肉畑、だいぶね進化していると思います。なのでちょっとね、アウタートップで片足ペダル頑張っていきます。これ結構きついです。アウタートップの片足ペダルをやることによって本当にスプリント力上がります。回すペダリングもできるようになる。スプリント中の回すペダリング&筋力を鍛えて最速のスプリンターになるためのトレーニングやっていこうと思います。そしてアウタートップでまずは右足50回やります。きついです。さっきより全然きついですね。さすがアウタートップ、アウター発足とはね全然レベルが違うんです。きついです。ふっふっ、やっと首都高までどのぐらいかかりました。5分以上かかりましたね。ふぅ、よし、続いて苦手な左足アウタートップきついな。でも頑張りどころです。左足アウタートップも鍛えてね、アウタートップ片足ペダル鍛えて、左足の筋肉そして右足の筋肉両方鍛えてバランスよく鍛えることによって最速、荒さい最速のスプリンターになることができるんです。頑張ります。 PJ 荒木高め、誰よりも速い最速のスプリンター目指して片足ペダルで肉畑製造しちゃいます。誰にも負けることは許されない、荒さい最速のチャリンコ YouTuber 荒木高めのトレーニング。あーやべ、これ教えちゃったらみんな速くなっちゃうな。でも荒木高めが元祖だから、多分荒木高めより速いチャリクラは一生現れないと思います。荒さい最速はやっぱり今も昔も荒木高めなのです。荒木高め最高だぜ、最強のスプリンター荒木高め、いやー気持ちいい。まもなく終了、まもなく50回終了です。それじゃあね、最後、ちょっと両足ペダルでアウタートップのまんま、皆さんにね、荒木高めの肉畑スプリントをお見せしたいと思います。いきます、まもなく終了、いきます。こっから荒木高めの肉畑両足スプリントお見せします。いっちゃいまーショータイム、イエー、気持ちいい。やっぱ両足だとね、加速が全然違います。気持ちいいです。ふぅ、最高最高、スプリント最高だぜ、風になる男荒木高め、イエー。ふぅ、あ、人がいる、減速します。目の前に人がいます。さあ、トレーニング終了。ここからはね、葛西臨海公園の敷地内なので、ゆっくり景色を楽しみながら海の風、潮風を感じながら、ちょっと休憩所へ行って、今日は、視聴者さんとエンカウントを目指して見ようかな。今日誰かとエンカウントできるかな。久しぶりの
葛西臨海公園だから忘れられちゃってるかな。まあいいや、とりあえず葛西臨海公園目指していこうと思います。ふう、そんなわけで、荒北仮面の最速スプリンターへの道、肉畑製造方法製造術、片足ペダル、皆さんお楽しみいただけましたか。役に立ちましたでしょうか。片足ペダル、重ギア片足ペダルとハイケイデンス、軽いギアでハイケイデンス片足ペダル、筋肉と神経を鍛えて最速のスプリンターになるためのトレーニング、これにて終了です。今日の動画楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドレルです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。アリベデルチ、さよならだ。 PJ 荒北仮面は葛西臨海公園の休憩所からクールに去りたいと思います。また会おう、バイバイ、ふぅー、とーちゃこ。